JR 貨物 48A 型コンテナは日本貨物鉄道が2012年より運用している31フィートウィングコンテナである。JR 貨物では1989年2月に初めての30フィート型ウィングコンテナとなる 42A 型を試作していたが量産化には至らなかった。その後、大型トラックと同等の内容積。 積載重量を持つ31フィートウィングコンテナが、私有コンテナとして普及が進んでいることから、JR 貨物でも、モーダルシフトの促進と、新規顧客の鉄道貨物輸送の利用を図る目的で、31フィートフルウィングコンテナを所有することになった。そのために製作されたのが、本形式である。2012年に25個、2013年に35個が、 日通商事が取り扱うで製造された。2015年により、内容積拡大などの改良を加えた49、a 型へ製造が移行したため、本形式の製作は前日の60個で終了した。2018年2月5日、現在、60個すべてが使用されている。全高が高い配給部コンテナのため、低床である、古希百系列貨車専用となっている。 カタツマメ及び両側面に200扉を設けた味方開き。側面扉は、側板と天井の一部を組み合わせた2枚側板、折れ構造で、跳ね上げて開閉するフルウィング式である。外乗り寸法は、長さ 9410mm、幅 2450mm、高さ 2605mm。内方寸法は、長さ 9240mm。 幅 2350mm、高さ 2210mm となり、内容積は48.0立方メートル。最大積載重量は13.8トンである。形状は私有コンテナとして多くの事業者で使用されている U48A 型38000番台コンテナなどと同一であり、全周にわたって縦にリブがある。塗装は青22号を基調とする。 側面左下から右上にかけて7本の白色の黄線があり、上に行くに従って長くなっている。また、各面の上部に白い帯がある。白抜きで側面及びつま面の右上に JR マーク、その下に JR 貨物の文字が入れられている。側面左上に古希五万積載禁止の注意書きがある。2013年度に製作された35個は7本の 白線が省略され、側面の JR マークと JR 貨物の文字の位置がやや下に移動している。ありがとうございます。